ありがとうございます。これからもね、末永くよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いや、でもさ、安城七夕まつりのライブって、うん、あのここの広場で1回だけ。そうだよね、やったね。あの1回だけかはちょっと分かんないけど、あのカノンちゃんとニノが広場だった時代ね。そう、広場のここで安城七夕まつりの最後のアイドルフェスを出たよね、うんうんうん、懐かしいね。懐かしい、ちょっとね、すごい懐かしいね。でも覚えてるよね。覚えてる覚えてる。広場だったよ。変わるものだね、うん、本当にいろんな立派な建物が。そう、素晴らしいね。街はすごいの変わっていくね。はい、ということでですね、懐かしい話ができたので、ここで当時の曲を1曲歌いたいと思います。それでは聴いてください。看板娘で進め。
たのぐらいだと思うよ。すげえ年齢差を感じるんだけど。そうだよね。すごい年下だから。そう、あ、そっか。ゆみちゃんはちなみに知ってる？知らないです。あ、体重管理は健やかな生活の始まりです。ぜひ皆さん参加してください。明日まで桜学園さんのブースで看板娘の衣装が展示されています。ぜひ見に来てください。ピッチダブルデッカー看板娘のグダグダラジオ、次回の放送は6月8日金曜日22時30分からです。メールの宛先は bdd@838.fm です。桜学園のブースがですね、ちょっと確認ができていなくてですね、ちょっと後で私たちの衣装が飾られているということなんで、ぜひ見ていただきたいんですけども、確認いたします。はい、そしたら連絡します。皆さんも入れたら教えてください。お願いします。はい、そして6月10日日曜日は春学祭フォーカーアート安城です。ご当地アイドルさんやキャラクターさんが多数出演してくださいます。場所はここです。この場所なので皆さんぜひ遊びに来てください。はい、明日も今日と同じようにステージ進行とライブをさせていただきます。明日は順番が逆で、ライブが最後になりますのでお間違いなく。はい、そしてその他私たちの活動は安城民族コミュニティサイトアンミツや YouTube、Twitter などインターネットでも配信しています。安城スペース看板娘マリで検索してください。